国立情報学研究所は東京都千代田区一橋の学術総合センタービルにある日本の大学共同利用機関、情報システム研究機構を構成する学術情報センターを前身とする組織で2000年に設置された2012年4月時点で職員127名、客員教授等が107名、特任教授等が22名、 特定有機雇用職員214名、大学院生126名が在籍している。年間予算は107億円。平成9年5月に日本学術会議が計算機科学研究の推進についてで日本での計算機科学研究の中核となる研究所の設立を提案し、平成10年1月に文部省学術審議会が情報学研究の推進方策についての権議で、 情報研究の研究所を大学共同利用機関として設立することを提案した。これを受けて文部省が準備組織として情報分野における中核的な学術研究機関のあり方に関する調査協力者会議を発足させた。同会議は学術情報センターを核とした改祖により新研究所を設立することを提言した。学術研究の研究所としての側面と 学術情報サービスプロバイダと学術ネットワークの運営者としての側面と二つの側面がある。また総合研究大学院大学に参加して複合科学研究科情報学専攻として博士課程の学生の教育指導も行っている。文献情報分野における標準化や学術情報分野における標準化などを推進してきた。国内で発信される。 文献情報はすでに年間数十万件をはるかに超え、インターネット上での文献情報は数億件に達しつつある。図書文献情報は日本中新分類法や異春などの分類情報で文献分類を行うことができるが、インターネット上や特許文献などの文献分類は標準化がなされていなかったため、一部において困難であった。それを解決するために、 日本便利士会や特許庁の外閣団体とも連携し、またインターネットプロバイダーとも協力することで、情報検索分野における標準化の国立機関として活動を推進してきた。情報学分野での標準化研究として、特に情報検索分野での研究活動が活発に行われている。ニストとの間でエンティサイルを企画し、現在も行っている。これは、 検索技術の高度化を目指した研究開発のコンペであり、分野としては一般情報検索、自動要約、特許検索、Q&A 検索からなる。エンティサイルは友人の検索ではなく、あくまでも自動検索によるコンペであり、そこに投入されるアルゴリズムに関しては古典論に基づく検索方法であっても良いし、新規に開発されたものであっても良い。 タグを付与された情報に基づき、特定の検索課題に対して検索結果を評価するという方法によって行われるものである。また、日立製作所基礎研究所等のチームが開発したオープンソース型のコード検索システムゲタを応用した WebCat トプラスゲニーを実用化を行う。国立の情報機関であるため、 情報検索分野における標準化課題にも取り組んでおり、タグの付与方法や自動要約などの課題にも取り組んでいる。自動要約に関しては、あくまでも機械は補助をする仕組みであり、人間が最終的に構成などを行うシステムとしてあるべきであり、これは第5世代コンピュータプロジェクトの反省による。さらに、文献情報検索の近代化を目指して、 検索課題などについても取り組んでおり、これはエンティサイル検索課題として利用目的を研究開発に限る場合において公開している。今後としては指北システムにおける情報検索についても研究開発を進める予定であり、これから情報検索分野などにおいてバリアフリーの環境を構築するための課題にも取り組んでいく予定である。 図書館情報学の国立研究所として各専門学会との共同事業として論文の書士情報データベースシステムを古くから運用してきた。現在は書士情報は論文紙発行から3ヶ月程度で全文は各学術専門団体との契約等により多少の開きはあるが最長2年をメドにして公開を行っている。また2位内に設置したサーバ内に 各学術専門学会のウェブサーバーを収納しており、加盟者数が小さい団体でも利用可能であった。学術論文や学術団体の専門誌を扱うため、匿名サーバーは設置していなかった。このサービスは2010年4月以降は新規受付を停止し、2012年3月31日にサービスを停止した。図書館情報システムに関連する研究を中心に行っており、 図書館運営者や図書館情報サービスを行う団体との間では共同研究事業が盛んに行われている。本作の AI 関係の設定を監修。ありがとうございます。